徳次郎宿、徳次郎宿は日光街道の18番目の宿駅である。現在の栃木県宇都宮市徳次郎町界隈。徳次郎は奈良時代に日光の旧次郎市の領地となる。日光の旧次郎一族によって日光二ら山の神社を移したとされる里氏が都神社が建立された。平安時代末期に宇都宮氏が勃興するとその支配下に入るが、たびたび、 旧次漁氏との勢力構想の舞台となる。戦国時代には、宇都宮国綱家臣の新田徳次郎により、徳次郎城が築かれるが、安土桃山時代に、宇都宮市が改役されると没落した。徳次郎の地名の由来には、諸説ある。演技式や和名類受賞には、河内軍の合名等としてその名はなく、書出が宇都宮市時代であることから、平安時代後期以降、 江戸時代までに一般化した地名と考えられている。当初は、外休治郎の地名だったが、新田徳次郎将ことがこの地に、徳次郎城を築いたことにちなんで漢字を当てて、徳次郎とした。徳次郎塾は、はじめは上、徳次郎塾のみであったが、上徳次郎宿、中徳次郎宿、下徳次郎宿の三宿からなる、宿場町で、これらに、 古道旧日光街道沿いの門前村、田中村、西根村を加え徳次郎6号と呼ばれていた。考察場は中徳次郎塾にあった。はじめ宇都宮藩であったが、家栄4年より大官僚となった。朝鮮通信士は日光社さんに3度訪れ、江戸出発から4日目の昼食を徳次郎塾で取るのが恒例となっていた。帰りは今市塾から徳次郎を通過して、 宇都宮宿で昼食をとり、小山宿に泊まる強行軍が官令であったため、徳次郎で昼食をとったのは最後の一回だけであった。朝鮮通信誌は本体が200の300人ほどで、日本側の警護、案内、接待などの随行員を加えると1000人超の大行列であった。琉球施設も3度、日光社さんに訪れているが、皇帝の記録は残っていない。 ただし、江戸日光館往復に要した日数が9日であったことが分かっており、朝鮮通信使と同様の工程であったと推定される。江戸時代当初の元那3年の時点では上、徳次郎塾のみで人馬役が賄われていたが、その後中、徳次郎塾及び下徳次郎塾の単案により、教法十三年より上、徳次郎塾に加えて中徳次郎塾、下徳次郎塾も、 宿役の役が課され合わせて、徳次郎塾となった。1月を3分し、上旬は中徳次郎塾、最も混雑した中旬は経験豊富な上徳次郎塾、下旬は下徳次郎塾が人馬役を当番した。天保14年の日光道中宿村大会長によれば、徳次郎塾の本陣は2件、仮本陣1件、脇本陣3件、 狩脇本陣1軒が設けられ、旗子が72軒あり、日光道中最大級規模の宿駅であった。宿内の屋数は168軒、人口は653人であった。徳次郎塾は江戸末期に天領化されて、毛火大干所の管轄となる。この時代に、二宮尊徳や吉良八郎の手により西原の治水事業が進められ、田川に席が設けられ、 宝木大地に飲水された、隣の宿、ありがとうございます。